ンティーレイパー、ちょっと言葉を失ったっていうのが一番の感想ですね。戸惑った様子で話すのは、預けた高級腕時計ロレックスが戻ってこないと訴える男性です。男性が時計を預けたのは、大阪市内の会社が運営する高級腕時計のシェアリングサービス、トケマッチ。会社のホームページなどによると、トケマッチはオーナーから預かった高級腕時計を借りたい人にレンタルし、その分使用料が支払われ、オーナーに毎月予託料を支払っていたといいます。男性はおよそ100万円で購入したロレックス1本を去年12月に預け、予託料として月に3万4900円を受け取れることになっていました。機械式時計って使わないとずっと止まっちゃって、逆にそれも良くないのでっていうので、いろんな人にどうせなら使ってもらった方がいいかなと思って、いい時計なのでやっぱり時計もそっちの方がいいのかなっていうのを個人的には感じて預けた。正直今年から新ニーサが始まるっていうところもあって、まあ、そっちの方に資金を入れたいなっていうところもあって。ところが事情により1月31日をもちまして解散することとなりました。先月末、突然ホームページ上で解散を発表したのです。電話しても誰も出ないっていうところと、メールしても何も返ってこない。トケマッチはホームページで半年を目安に時計を返却すると説明していたものの、いまだに何の連絡も受けていないという人が多くいます。高級腕時計4本を預け、すべてが返却されていないという男性は、マックスで約7万5千円もらえる計算でした。まあまあ全然返ってきてないですね。本来約束されていた収益とはもうかけ離れた数字ですね。こんな痛手を負ったの人生で初めてなので、正直泣きたいですよね。SNS 上で作られたトケマッチの利用者のグループによると、少なくとも570本以上の高級腕時計がいまだ手元に返ってきていないということです。さらにこんな情報も。相当数の数がやっぱり売られているっていうところがもう分かっているので、シェアサービスの取引仲介業者の団体によると、トケマッチに預けられたものと同じシリアル番号の時計が市場で販売されていることが分かっていて、すでに中古市場に流れた恐れも。海外に、売られ、海外の人が買っていったりとか、今週末から春節がそれこそ始まるので、そうなっていくともう時計の回収というのが私たち困難になると思ってます。トケマッチに話を聞こうと運営会社が入るマンションを訪れましたが、返答はありませんでした。時計を預けた男性はサービスを利用してしまったことを後悔しているといいます。まあ、まずは自分自身がちょっとうまい話に釣られすぎたなっていう、まあ、情けなさっていうのが一番あるんですけど、警察の方に僕も早く動いてもらわないと、正直私たちも何もできないっていうところがあって、大切な時計がもう一度手元に戻ってくることはあるのでしょうか。さあ、今回運営会社が突然解散したトケマッチですが、改めてどのようなサービスなのか見ていきます。はい、改めてトケマッチは所有者から高級腕時計を預かり、その腕時計を借りたい人に貸すというサービスです。ただ先月末にこのサービスの終了、そして運営会社の解散が突然発表されました。そして所有者がトケマッチに預けていた時計の本数ですけれども、こちら所有者のグループによりますと、少なくとも577本に上るということです。で、ポイントはこれらの時計が返ってくるのかどうかということですが、こちらです。運営会社はホームページで、
6ヶ月を目安として返却、もしくは賠償金を支払うとしていますが、時計を預けた所有者が連絡しても連絡がつかない、何も返ってこないという状況です。そうですね、もう解散している状況なのに、これ預けた人というのは、これ菊池さん、6ヶ月も待たなくちゃいけないということになるんですか？もう解散ということですからね、はい、そもそもその最初予託してる預けてるその契約の前提がもう崩れちゃってますんで、もうこれは契約解除で即刻返してくるという権利は、ね、おそらく所有者の方にはありますね。ありますよね、はい、でこの解散なんですけれども、こういう見方もありまして、計画的だったのではないかという見方です。これ取材を進めていくと、預けた方、会社の解散の1ヶ月前に時計を預けるよう促すキャンペーンがあった、このあたりで計画的ではないのかという見方も菊さんできるわけですが、そうですね、そもそもその解散ということがですね、はい、例えば破産で会社がね、倒れてしまうというのがありますよね。あれはもう経営状況がもう傾いて何とかやってもダメだったということですけど、解散というのはあらかじめ決めてあった理由が発生したとか、あるいは会社自体が株主総会ではい賛成解散しましょうという、自分から自ら会社を辞めるということですから、計画的って言われてもですね、仕方がないような面というのはあり得るというようなことですね。あとその1ヶ月前にキャンペーンっていうようなことになると、その分かってた解散の1ヶ月前にさらにお客さんをとなると、余計それは場合によってはですね、詐欺ということにもなりかねないということになりますね、はい、あとはこちらですね、預けた方、これシリアル番号を検索すると中古市場に出ているという情報もあった、だから転売している人がこれトケマッチなのか、それと もう借りた方が転売したのか、これは分からないんですけども、こういう話もあるという。そうですね、どういうルートで流れていったか分からないですけれども、はい、場合によっては、預かっているものをもし処分したということになると、業務上横領とかですね、 あるいは単純横領とか、でしかもそういう場合っていうのは法律上取り戻す手段もあるんですけれども、それは盗品の場合に限られるっていうような法令があってですね、横領で流れたものっていうのは回収が難しいっていうようなこともあって、なかなかその所有者の方の回収っていうのはちょっと先が見えないような状況かもしれませんね。所有者の方も警戒心が足りなかったというふうにおっしゃっているわけですけれども、ですからこういったシェアリングサービス使うときも犬山さん、慎重にならなくてはいけませんね。そうですね、私自身カバンのシェアリングサービスを使ったことがあるんですよ。で、はい、似たような本当にものなんです。誰かがカバンを、高級なバッグをそこに預けて、で借りる人が1ヶ月とかでいくらか払ってっていうような形なんですよね。似たようなもうビジネスがあって、それはでもまともなビジネスで、しかもサステナブルだよねと、新しく買うよりは地球にもいいよねっていう、そういういい面がある中で、だから結構難しいなと思いました。これを不信があるっていうのはかなりなんですけれども、やっぱりそこもしっかりと見ながらやっていかなきゃいけないのかと思って勉強になります。運営会社連絡取れないということなんですが、今後の展開が注目されます。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。